じゃあ、ももの回初に行きますね。縦よりも横を若干長くの田を書きます。少し内側に入っていきますね。縦を書いたら間隔角度を揃えて閉じますね。この線の外に、左下に向かって、この線の下あたりから斜めに降りて真横に走って、最後に少しだけ上に上がる感じね。中心に向かって、中心よりも右横から少し上に点ですね。思うの行書に行きますね。少し内側に入ってきますね。横を軽く押さえて、肩を下げて同じように入ってきます。縦を書いたら、まあ、間隔角度を揃えるような感じね。じゃあ左下に向かって、この線あたりから最後に少し上に上げて抜いたら、この点を続けて